100億円の衝撃。芸能界を席巻する平野紫耀は飛べ加入も爆発的な経済成果を上げるだろう。こんにちは。エンターテインメントの舞台裏をお届けします。平野紫耀はスコープエンターテインメントの一員として飛べ加入以来注目を集め、その経済効果は100億円に達するとも言われている。日本のエンターテインメント業界は本格的に平野市を中心に回り始めており、その波は止まる気配を見せていない。 最新情報としては、平野の仕様が新曲、五島のソロ動画をナンバー、あ公式インスタグラムにて公開した。岸優ユタと共に登場するメンバーの個性的な衣装やシーンが非常に魅力的に描かれており、ファンも楽しんでいたようだ。デジタルリリースからわずか3日で YouTube での再生回数が1000万回を超え、3月6日には CD リリースも予定されており、ますます注目を集めている。また、平野の仕様が、 2024年2月10日より放送されるサントリーウォーターの新テレビ CM に初出演することも発表された。CM では平野がコメディーすぎる東京ゼロサノタでお水を楽しむ姿が描かれている。夕暮れの立ち飲み屋のような雰囲気と平野さんがお酒を飲みながら広がる自然のイメージが印象的で新たな一面を見せている。 サントリーは今回の広告出演にあたり、グリーンなブランド価値を表現できるフレッシュなイメージのキャラクターとして、平野耀さんを起用しました。これまで、緑の CM は桜井幸さんと加穂さんの演出が印象的だったが、平野さんには新たな任務が与えられた。サントリーは大阪工場に55億円の設備投資を行い、2025年までに上流製品の生産能力を2.6倍に高める計画を発表した。 グリーンも新しくなる中、女性消費者を取り込むニューフェイスに平野紫耀を起用したことは、それを物語っている。多くの期待があります。平野紫耀が所属する東部の滝沢秀明社長の経営センスも高く評価されている。香里慎吾さん、草津義さん、稲垣五郎さんといった元スマップのメンバーもサントリーの広告やキャラクター役を務めており、滝沢社長も大型プロジェクトに参加するなど、エンターテイナー イベント業界に影響を与えているようだ。ベの設立からまだ1年も経っていないが、平野史洋はナンバー、愛としての活動や個人の仕事でもすでに素晴らしい成果を上げている。特に新曲、文章の大ヒット、ミトンとの協力協定、イヴ・サンローランのアジアアンバサダー就任など、その活動は多岐にわたる。平野は CM 出演によりテレビへの露出が増え、今後はドラマやバラエティ番組への出演も期待されている。 これにより、ファンは彼の多様な才能を体験する機会がさらに増えるでしょう。緑の新たな広告が成功すれば、平野さんの活動はさらに広がり、他者からも引き合いが来るだろう。彼の成功は伝統的な境界を超え、エンターテインメントの新時代のリーダーとしての地位を確立しました。今後の活躍に期待です。 トベメンバーの平野史洋の活躍は今後も続くことが予想され、芸能界のパワーバランスを一変させる存在となることは間違いない。TVCM やドラマ撮影など、ますます多彩な活動がファンの期待を集めている。これからも注目の的となること間違いなし。